はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。マッスルアニマル、今日の祠、こちらチャレンジをしていきたいと思います。はい、基本的にはですね、もうギガモン用のパーティーをですね、まあ流用しております。ドラゴン、忍者、大魔導士、大神官ということで、はい、まあこんな感じ。ドランゴの闘球2本、プラス世界樹の表情、そして裁きのコンですね。こんな感じで回復薬1枚でやっております。はい。なかなかね、物理攻撃が強力ですよね。はい。はい。というわけで、いきなりね、ピンチですよね。はい。というわけで行きましょう。忍者はドランゴの豆腐ですね。と、獣耐性、まあ、盛らないと結構、やっぱ厳しいですね。はい。はい。相手がね、シャドウステップを、まあ、してくるので、ね、まあ、今回は、ドランゴの豆腐2本。こちらはですね、はい、グラグレス。そして、大魔導士の世界樹の表情は、はい、ギラ属性のね、この呪文になります。はい。まあ、なので、まあ、基本的には必中になるかなと思います。はい。なかなか厳しいですね、これは。これは耐えられないかな。お、なんと。はい。ドランゴの豆腐のいきなりスキルで、まあちょっと生き残った感じですかね。はい。はい、暴走しました。はい、暴走レイク入りました。これは、ちょっと、でも厳しいですね。このターンで倒せないと。はい。シャドウステップ2段階目。はい。あ、忍者落とされましたね。はい。大魔導士が、まあ、こちらもいきなりスキルでね、ゾンビ効果ありますね。はい。はい。というわけで、なんとか勝つことができましたね。はい。ドランゴの豆腐も大魔導士、あ、世界樹の表情もですね、はい。一度だけやられても、まあ生き残れるというですね。そういう効果があります。はい。ということで、心は D でしたね。はい。というわけで一応ですね、まあパーティー紹介の方をしていきましょう。はい。累クエスケア113,100。で、プラチナ3プラスですね。はい。というわけで。では、まあ、ちょっとね、課金武器ばっかりですけど、はい。一応、紹介の方をしていきます。はい。マッスルアニマルの祠今日、ね、クリアしましたので、ちょっと報酬を一応もらっておきましょうか。これですかね。はい。称号、ね、猛獣の、まあ、爪痕というですね、称号の方をいただきました。はい。ではですね、はい。パーティー紹介の方をしていきます。はい。ドラゴン、忍者、大魔導士、大神官で、ステータスこんな感じですね。はい。ドラゴン、はい。忍者、大魔導士、そして、大神官ですね。はい。で、装備はですね、はい。ドラゴンはドラングの豆腐。一応ですね、ルーンバックラーと、まあ、頭の、まあ、装備で、獣耐性を持っております。まあ、忍者も一緒ですね。はい。ルーンバックラー4突、そして竜王の兜。そして、大魔導士がですね、ルーンバックラー4突。で、世界樹のベール、これですね、一応獣耐性 10% あったかな。はい、ありますね。はい。で、大神官も、ルーンバックラーと、あと天使の輪っか、これも確か獣耐性が、10% ですね。ということで、まあ、頭とルーンバックラーで、獣耐性それぞれ 20% 持っております。はい。で、心構成ですね。はい。ドラゴンが、はい。闇の覇者竜王、そしてジュリアンテ、煉獄魔鳥、ゴールデンスライムになります。はい。ギラの S 真珠2つですね。はい。忍者がですね、はい。
デスタムーア、ジュリアンテ、ゴールデンスライム、煉獄魔杖、そして物質耐性と物質特攻の S 神事ですね。あ、ここは変えてもよかったですかね。はい。まあ、ここは獣に変えてもよかったですね。はい。で、大魔導士がアウルート、グレイツェル覚醒、そして二軸弱覚醒、そして闇の覇者ルーを、物質特攻とギラの S 神事ですね。はい。で、大神官が、リッカ、シルバーデビル覚醒、ユニコーン、そしてスーパーテンツクで、カグラスズの S 神事と休み体制の S 神事です。はい、心動画ですね。忍者が、失礼、ドラゴンが、まあ、基本右寄せで、ドラゴニックバーサのところだけ、左にしております。はい、まあ、暴走しないようにですかね。ギガモン用ですね、こちらは。はい。忍者が、一番下が右ですけど、まあ、それ以外は影縫い、起こりやすいように左寄せです。大魔導士は右寄せですね。はい。まあ、フォースブレイクが入りやすくしております。はい。大神官右寄せですね。はい。コブ激励が起こりやすくしております。まあ、基本的にはギガモン用のパーティー。まあ、これをちょっといじっただけという感じですね。頭と、まあ、盾も、こう、獣体制にしましたという感じです。はい。というわけで、まあ、なかなか、このね、マッスルアニマル、今日の祠が結構少ないんで、ちょっと探すの苦労しましたけど、まあ、私も1個しかなかったんで、まあ、初見でね、何度かクリアできてよかったかなとは思います。はい。というわけで、何らかの参考になりましたら幸いです。はい、そんな感じで今回は終わろうと思います。ではまた、おつ！